さて女子の跳馬に移ります。東ドイツのバーベル・ウィルゴス15歳です。東ドイツはオリンピックでは団体3位、まあ、女子の場合は伝統的に強いですね。そうですね、まあ、一時はソ連と優勝争いをしていたこともありました。そうでした、そうでした。この選手は今年の、ジュニアヨーロッパ選手権レベルの高いところで活躍しています。抱え込み後方2回ひねり1回ひねり、非常に難しい技なんですけどね。そうですね、力跳びの1回ひねりになると思います。9.775 という高得点であります。さあこの後はルーマニアのドブラ選手が飛びます。ドブラ選手試合前にインタビューしています。ちょっと聞いてみましょうか。